確かこの辺りだったな。うん。その時私はまだ4歳で、だけどはっきりと鮮明に覚えてるの。ここで見たパパとママの笑顔。ここはね、私にとっての思い出の場所なんだ。ここしかないんだよ。家族の記憶の中で明るい色をしてるのは。なのにママはここで。繋がってるのかなと思って。アイボ、この茂みの奥は？地下鉄の駅に繋がっている。地下鉄？言うまでもないが、今は使われていない閉鎖された駅だ。8年前に起こった化学工場の爆発事故、そのせいで辺りの土地は汚染され、川崎地区は立ち入り禁止区域となった。このブルームパークも川崎地区の中にある。当然遊園地は閉園に。付近を走る鉄道も廃線となった。線路はずっと地下を走り続けてるのか？いや、このブルームパークから少しばかり北上したところで地上に出る。踏切があるな。あ、線路が道路と交差している。そりゃあ踏切だからな。アイボ、一つ頼みがある。昨日の夕方以降、その道路を走った車がないか調べてくれないか？了解。 N システムを検索する。ねえ、ずっと黙ってるけどどうしたの？いや、ちょっとな。わかったぞ。昨日の夕方以降、その道を走行した車は1台だけしかない。車種は大型の SUV、 色は黒。ナンバーから所有者が判明した。誰だ？名波翔子の前の夫であり、水木の父親、沖浦蓮樹だ。つまりこういうこと。パパは線路の上を車で走ってトンネルへ。閉鎖された地下鉄の駅で車を止め、トランクに入ってたママの死体をメリーゴーランドに運んだ。まだ沖浦がそうしたとは言ってない。車を運転してたのは別の誰かという可能性もあるし。そうだよ、そうに決まってる。いずれにせよ、犯人が地下鉄の線路を使ったのは間違いなさそうだ。現場の付近に車を止めた形跡がなかったのはそのため。地下鉄の駅に停車したなら、監視カメラに映ることなく死体をメリーゴーランドまで搬送できる。パパはやってない。さあ、どうだろうな。とにかく沖浦の事情を聞きたい。そのためにこうして。
た時に偶然。何か変わった様子？特になかったよ。いつもと同じ。お前がいた病院には来なかった。うん。確かに不自然だな。言いたいことなんかないよ。むしろ話したくない。パパのこと疑うような人とは。俺だって信じたいさ。あいつとはもう5年の付き合いになる。気の置けない仲なんだ。だからないよ。だいぶ前のこと。伊達の方はどうなの？え？電話かけてみればいいじゃん。かけたよ。さっきもかけたし。夕方から飲んで。出ない。してきたのはオキューラだ。え？なんで？俺には性格は悪いが正確な調査を得意とする相棒がいてな。そいつに調べてもらった。前半は余計だ。送信時刻は昨夜の8時5分。文明はこうだ。水木、パパは大変なことに巻き込まれてしまった。今すぐブルームパークのメリーゴーランドに来てくれ。助けてほしい。お前の力が必要だ。うん、そうだよ。確かにパパの携帯からナイルが。でも言ったらパパが疑われちゃうんじゃないかと思って。それで黙ってた。うん、パパが私を頼ってくることなんて今までなかったし、どうしても行かなきゃと思って。それで太田を誘って現場に。ブルームパークは立ち入り禁止区域として指定された川崎地区の中にある。ホームレスやゴロツキの連中がうろついていて、あの辺り一帯は無法地帯に。さすがの水木でも一人で行くのは心細かったんだろう。最悪の事態が想定される。携帯も車も沖浦以外の人間が操っていたのだとしたら。伊達、ボスから電話だ。繋いでくれ。さっき相棒から報告を受けたわ。沖浦が怪しいんだって。まだ分からん。私もそうじゃないかなと思ってたのよね。だって行動が不自然でしょ。水木に会いに来るでもなく、電話をかけても繋がらず、事情聴取を受けてからどこに行ったのかもわからない。おまけに翔子殺害時のアリバイもないのか。言っても
通り報告は受けたけど、手がかりになりそうなことは何も。沖浦は確か所轄の警察署で事情聴取を受けたんだったな。ええ。なんでその場に留めておかなかったんだ。それはしょうがないんじゃない。沖浦は容疑者でも何でもないんだし、アリバイがないだけじゃ交流なんてできないわ。だからわからないって言ってるでしょ。伊達君はどこに向かってるわけ。沖浦の自宅だ。ああ、だったら行っても無駄よ。近くの署員に向かわせたけど、もぬけの殻だったって。じゃあ、沖浦はどこに。ボス、もろもろ了解だ。何か分かったら連絡してくれ。ええ、そっちもね。急なやつ、一体どこに。サンポケ。え？もしかしたらサンポケにいるかも。そうか、サンフィッシュポケット。お急らから聞いたことがある。芸能プロとは別に、確かそんな名前のメイドカフェも経営してるって。伊達、場所を特定した。ここから北北東に10キロ、秋葉原だ。そんな。ひどい顔ね。寝てないの？友人が殺されたんだぞ。この状況でぐっすりと眠れるほど図太い神経は持ち合わせてない。立て続けにあんな事件が起こったんですよ。ヘラヘラと笑ってなんかいられませんよ。僕がここにいちゃいけませんか？いけないってことはないが。沖浦が殺された件でボスともいろいろと話を。そこに伊達さんがやってきて現在に至るというわけです。沖浦の死体からは左の眼球が抜き取られていました。ああ、翔子の死体からもな。もしかして伊達さん、あなたが犯人だったり。あなたには左目がない。それであなたは他人の左目を奪おうと。なんてね。冗談ですよ。疲れてるんだ、妙なことを言うな。そういえば
伊達さんが左目をなくしたのは6年前でしたね。ああ、だが当時のことは何も覚えてない。俺は左目と同時に記憶も失ったんだ。その1年後、私は空っぽになったお前の左の眼下に移植されることになった。したがってお前とはかれこれ5年の付き合いということに。今病院で眠ってるわ。目を覚ましたら様子を見てカウンセリングを始めるそうよ。そうか。母親に続いて父親までも立ち直れるといいんだけど。当たり前でしょ。お偉方との話し合いにマスコミ対応、まだ山のように仕事は残ってるわ。小休止でやっと一息ついたところなの。第一発見者の伊達くんなら分かってると思うけど、お給羅が自殺したって線はほぼゼロね。お給羅は間違いなく何者かによって殺された。左目が抜き取られていたことから証拠の事件と同一犯の可能性が高いわ。連続殺人ってわけか。第二サイクロプス連続殺人事件。え？本庁の方に捜査本部が設置されてそう名付けられたんです。第二って？前にも似たような事件があったんですよ。ピュータ。隠していても仕方がないでしょう。簡単にバレることです。テレビでもネットでも今はその話題で持ちきりですし、6年前の事件の犯人サイクロプスがもう一度現れたんじゃないかって。6年前、それってボスが言ってた。はあ、しょうがないわね。今捜査本部の方では6年前の事件のことを第一サイクロ事件って呼んでるわ。今回の第二の方と区別するためにね。事件が発覚したのは6年前の10月、秋川渓谷の山中から4つの死体が発見されたの。腐敗の進行度から死亡した時期はそれぞれ別々であることが分かりました。その年の5月から9月ぐらいにかけて4人は異なったタイミングで殺されたんです。ただ死体には2つの共通点が。1つは全員若い女性だったこと、そしてもう1つは4人とも右の眼球をくり抜かれていたんです。亡くなった後でね。死体が発見されてから数日後、マスコミ各社に犯行声明が送られてきたの。中には自分がやった、彼女たちは仲間になったのだみたいな感じのことがだらだらと記されていて。声明の中で犯人は自らのことをサイクロプスと名乗っていました。そのことから事件はサイクロプス連続殺人と呼ばれるように。サイクロプスとはギリシャ神話に登場する一つ目の巨人族のことだ。天空神であるウラノスと地母神であるガイアの間にできた子供たちで、卓越した火事の技術を持っていたとされている。その声明は本当に間違いないわ。犠牲者が殺された直後の写真が一緒に同封されていたんです。いいえ、あれからもう6年も経つのにね。だったら今回の事件もそいつがやったんじゃ。それはありえないのよ。なぜ？1、第一サイクロ事件で殺された4人は全員女性だった。でもお給料は男性でしょ。2、被害者の顔から抜き取られていたのは全て右の眼球だった。だけど証拠もお給料も奪われていたのは左の眼球。さらに目玉を取られたタイミングも異なります。
第一の方では4人が死亡した後でしたが、翔子と沖浦は生きている間に。だがそれだけじゃ同一犯ではないと断言することはできないだろう。他に根拠はあるのか？ごめんなさい、これ以上は言えないの。どうして？国家機密だからよ。なんだよ国家機密って。いいからこのことについては忘れて。昨日も言ったと思うけど、第一の件を知らなくても今回の事件を捜査することは可能よ。なぜなら第一と第二の犯人は間違いなく別人だから。アイボ、第一サイクロ事件の捜査資料を。話している間にデータベースを漁ってみた。だがこれといってめぼしい情報は何も。ウェブの方も同じだ。様々な推理は載っていたが、いずれも信憑性に欠けるものばかりで、有益な情報は見当たらなかった。くそ。今のところ私たちから話せるのはこのくらいね。そうか。伊達さんはこれから捜査に？ああ、もう一度沖浦の死体が発見された場所、サンフィッシュポケットに行ってみるつもりだ。ろくに寝てないんでしょ。捜査の前に仮眠でも取っていったら？いや、大丈夫だ。行くぞ、相棒。了解だ。伊達、車の加速がいつもより若干鈍い。トランクに何か積んだか？いや。じゃあ後部座席には？後部座席？水木！ちょっと危ない。前見てよ前。病院抜け出してきたの。もしかしたら今頃大騒ぎしてるかもね。連れ戻してやる。やだよ、やめてよ。病院なんかいても何にもならないもん。今から捜査に行くんでしょ。私も連れてって、きっと役に立つから。お前みたいなチンチクリンが何の役に立つんだよ。だって被害者は私の実の父親なんだよ。現場で伊達が気づかないことも、娘の私なら気づくかもしれないじゃん。だが、それに自分のパパを殺されたんだ。病院でじっとしてるなんてできないよ。はあ、仕方がない。連れてってくれるの？ただし捜査の邪魔だけはするなよ。伊達が車に乗る10分くらい前かな。鍵もかかってなかったし普通に乗れたよ。古い車が好きなのはいいけど、鍵くらいちゃんとかけないよ。それができないならオートロックがついた車に変えた方がいいんじゃない？お前、盗っ人たけだけしいって言葉知ってるか？しかし水木の言っていることは正論だ。セキュリティに万全を期せないのなら私からも車の買い替えを進める。なんで俺が悪いみたいになってんだよ。またさっきいつもの独り言言ってたでしょ。あれ気持ち悪いからやめた方がいいと思うんだけど。水木は私の存在を知らないからな。ああ、アビスのことを教えちまった以上、もう隠しておく必要もないんだが、説明するのも面倒だしな。気づかれるまでは黙っておこう。私はいつでも紹介される準備はできてるぞ。気が向いたら
いつでも言ってくれ。婚前の挨拶みたいに言うなよ。あ、しまった、また口に出して。だって病院行った方がいいんじゃない？うん、前みたいに喋れなくなったりはしてない。体勢がついたのかな。前回のシンクで伊達が瑞希の心の傷を癒したのが関係してるのかもしれないな。うん、私はじっとしてるのが我慢できないだけ。そういう妙な正義感っていうか中二病みたいなのはもう卒業したから。中二病を卒業って、お前まだ小6だろ。知らなかったのか。瑞希は一般的な同級生よりかなり精神年齢が高いんだ。最近はアドラーの心理学の本を読んでいるみたいだぞ。いや、その選手は十分中二病っぽいだろ。なあ、お給料について聞かせてくれ。何でもいいから、何か捜査の手がかりになりそうなことを。パパのことってわけじゃないけど、パパから聞いたママの秘密なら。翔子の秘密？ママが投資会社の代表をしてたのは知ってる？ああ。その会社でやってたの大掛かりな詐欺なんだって。詐欺？詳しいことはわからないけど、元から潰す予定で会社を作って、わざとそこに投資させて、いろんな投資家から結構な額を騙し取ってたみたいで。あの翔子が？うん。一人で？うん、もちろん一人じゃないよ。バックには暴力団が。面倒ごとはそっちの人に解決してもらってたらしくて。データベースを調べてみたが、その事件は一度も表立ったことはないようだな。その暴力団とやらが裏で事件をもみ消していたのかもしれん。別に元気ってわけじゃないけど。じゃあやっぱり病院に戻るか。送ってくぞ。そういう意味じゃないよ。まったく、なんで伊達はそんなに喧嘩腰なのかな。喧嘩腰じゃない、心配してるだけだ。だったらちょっと不器用すぎない？全然伝わってこないんだけど。ったく、ああ言えばこう言うな。そんなんだからお給らとも。伊達、パパとも。何？なんでもない。ほんと、伊達ってデリカシーないよね。そんなんだからずーっと独り身なんだ。お前のせいで小ぶつきに見られてんだ。本来だったらモテモテだっつうの。ま、いくらモテてもロリコンの伊達は嬉しくないんだろうけどね。誰がロリコンだよ。さらっととんでもない捏造するな。あー怖い怖い。ロリコンと車で二人っきりなんて人生始まって以来のピンチかも。俺はロリコンじゃないし、仮にお前が成長してもお前みたいな性格のやつは眼中にないから安心しろ。はあ、伊達にだけは性格のこと言われたくないんだけど。それはこっちのセリフだ。大人げないおっさん。かわいくないガキだ。伊達さん、お疲れ様です。その子は？捜査資料に目を通してないのか？あ、失礼しました。ここで発見された被害者の。そういうことだ。通らせてもらうぞ。
樽の容量は20リットル。3つともビールが充填された状態で、重量は1つにつき、およそ25キロだ。槍ではなく、森と言った方が適切だろう。いわゆるトライデントというやつだ。こいつが殺害に使われたという可能性は？ないな。血の跡が見当たらないし、沖浦の体にも刺し傷はなかった。いえ、今日になって見つかったものは特に。昨日の監視カメラの映像は？残念ながら見ることはできない。カメラを管理している PC から全てのログが削除されていた。バックアップは？存在しない。クラウドにデータを上げる仕様にもなってなかったようだ。何じっと見てんの？気持ち悪い。同感だ。娘の自分だからこそ気づける証拠が、みたいなことさっき言ってただろ。わかってるって。何か気になったらすぐに言うから。1本あたりの容量は200リットル。空の状態での重量は20キロ。念のため中を調べてみるか。あれは中に何か入ってるな。どうやらこいつはオープンドラムのようだ。蓋を開くことができるタイプのドラム缶だな。ああ、開けてみよう。これは間違いない。こいつは沖浦がいつもはめてた腕時計だ。だが、どうしてこんなところに。
体が吊るされていたのはこのカウンターの近くだったが、司法解剖の結果、沖浦は死亡時に筋肉の弛緩によって腸の内容物を排泄していることが分かった。だが死体や店内にはそれらの痕跡が一切見当たらず、このことから沖浦はどこか別の場所で殺害された可能性が高いと考えられる。72キロの物体をここまで運んでくるのは大変だっただろうな。72キロ、沖浦の体重だよ。私は骨格や筋肉、脂肪のつき方から人間の体重を推定することができるんだ。1800円。別に普通じゃない？普通なのか。相棒、昨日のエレベーターの運行記録を調べられるか？待ってくれ、確認してみる。見つかったぞ。記録は管理会社のコンピューターに自動送信されるようになっていた。それによると、昨日の午後6時半から死体が発見されるまでの間にエレベーターが2階に止まったのは一度だけしかない。午後8時55分。その時乗っていたものの総重量は140キロだ。特にこれといった進展は。忘れるわけないじゃん。多分ずっと覚えてるよ。死ぬまで一生。だから言ったでしょ、じっとしてる方が辛いんだって。実の父親があんな姿で発見された、その現場に娘が平然とやってくるなんておかしい、そう言いたいの？まあ連れてきた大人もどうかしてると思うが。でもこれは私が望んだことだから。逃げたくなかったの？戦いたかったの？自分の中の弱い心と。だから気になったら言うってば。耳が遠いのか？名前を聞いてるんだ。鏡と言います。いえ、ここ2日ほどはまるっきり。まあそうなるよな。事件が解決したらゆっくり休むといい。ええ、伊達さんもね。相棒、昨夜発見された時の死体の様子再現できるか？ああ、もちろん可能だ。眼球が抜き取られたのは被害者の生存中、証拠の時と一緒だ。
司法解剖の結果、沖浦の体内からはベンゾジャーゼピン系の薬の成分が検出された。これは鎮静剤等に用いられる薬物で、血中濃度が極めて高かったことから、沖浦は死亡する直前まで意識が不明瞭な状態にあったのではないかと推測される。考察か。そうだ、顔面には鬱血が、また口腔粘膜等には溢血点が見られる。どちらも考察された際に現れるものだ。凶器は？ねじられた布製のものと考えられる。犯人はこれを沖浦の頸部に巻きつけ、背後から左右に締め上げることで沖浦を窒息させたのだろう。具体的な死因は頸部の血管閉鎖による脳循環不全。簡単に言うと、犯人は沖浦を後ろから布製の何かで締め殺したってことだ。死亡推定時刻は？昨日土曜日の午後8時頃。俺と水木が死体を発見した2時間ほど前か。死体の発見時刻は夕べの10時20分。第一発見者は言うまでもなく伊達と水木だ。沖浦の死体は天井から吊り上げられた魚のような形で吊るされていた。フックが上あごに突き刺さり、フックにつながれたワイヤーが天井の梁に渡されていた。ワイヤーのもう一端にもフックがあり、そちらはそれぞれ3つのビール樽にかけられていた。ちなみに今のところどこからも犯人のものとおぼしき指紋は検出されていない。これで気になるところは全部調べ終えたか。そうだな、新たな場所で情報を収集すべきだ。水木、もう満足したか？何言ってるの、まだ捜査は終わってないでしょ。だが何人か話を聞いてみたい人がいるの。伊達が知ってるかどうかは分かんないけど、小金横丁って飲み屋街があるでしょ。パパはそこにあるマーブルってお店の常連だったんだ。そのお店の人ならパパについて何か知ってるかも。うん、イリスはパパが経営してる芸能プロダクションレムニスケイトのタレントだし、それに前にこのお店で働いてたこともあるから。何か知ってるかもしれないと。待ってて、ちょっと電話をかけてみる。どこかイリスのいる場所に心当たりは？イリスは活動範囲が広いからな。うん、散歩家の常連のオータンなら何か知ってるかもしれないし。そうだ、電話をかけてみるね。オータの携帯は故障中だ。水たまりに落としたらしい。まったくオータンはドジだな。話を聞くには本人を探すしかないな。多分レムニスか松下食堂にいるんじゃない？レムニス、松下食堂、それからマーブルか。わかった、とにかく行ってみよう。うん。
ここじゃない？正解だ。ん？もしかしてこのお店のこと知ってるの？ああ、沖浦と初めて会ったのもこの店だ。へえ、伊達もこういうところで飲むんだ。この店は特別なんだよ。裏社会に関係してる人間も多く通ってて、この店には自然とそういう情報が集まるんだ。だから半分は口実だけどな。うるさい。ん？さあ、とにかく中に入ろう。あれ、誰もいないけど。相変わらずだな。昔からそういう店なんだ。しばらくしたらすぐにママが戻ってくるはずだ。不用心だね。次のニュースです。昨日の午後6時10分ごろ、東京都港区の首都高速道路都心環状線外回りで、大型トラックや乗用車など計5台が絡む玉突き事故がありました。警視庁は最初に追突した大型トラックの運転手を自動車運転処罰法違反、過失傷害の疑いで逮捕。事故の原因など詳しい事情を調べています。別に。急にどうした？いや、疲れたらいつでも言えよ。いつ帰ってもいいからな。それ心配してるんじゃなくて鬱陶しがってるよね。遠回しに言うくらいなら素直に言ってよ。ま、言われても帰る気はないけどさ。ねえ、伊達とパパはここでどんな話をしてたの？どんなか。毎回アルコールが入っていたから改めて聞かれるとどれもはっきりは。私は全て記録しているぞ。伊達が水木を預かるという話が出たのもここマーブルでのことだった。そうだったか。話し合いの場はそれから幾度となく設けられたが、その話が出たのはここが初めてだ。今から4年前、沖浦は酒の勢いを借りて伊達に水木を預かってくれるよう打診した。当時の沖浦は翔子との離婚、レムニスでの激務に追われ、精神的にかなり参っている様子だった。あの時恥を忍んで水木を伊達に預けたのは極めて優れた判断だったと言える。そうか。俺は今でもこの形が正しいのかどうかさっぱり疑問だがな。自信を持て。考えられるあらゆる可能性の中で最も正当な判断の一つだったことは私が保証する。ならいいんだけどな。ダメだ、車だからな。お前が運転すればいいだろう。確かに私は運転ができる。車の操作システムにアクセスしてな。だが断る。なんでだよ。お前が酔っ払うとろくなことがないからだ。かな。そうか。うん。友達はいるか？普通にいるよ。でも小学校の友達は子供っぽいから、イリスやオータンといる方が楽しいかも。周りが子供なんじゃなくてお前が大人びてるんじゃないのか？そうかな。
だって学校のみんな誰と誰がキスしたとかで数日盛り上がってるんだよ。そんなの本人たちの勝手なんだからほっとけばいいのにさ。最近の小学生は進んでるんだな。そう？普通じゃない？お前はそういうのまだないよな。うん、私はそういうのあんま興味ないかな。こういうの？なんというか、一緒にテーブルの前に着くことだ。最近、食卓を囲んでないだろ？この事件が落ち着いたら、やっぱり夕飯は一緒に食うことにしないか。なんで？パパとママが死んだから気を使ってる？そういうの別にいいから。だて、保護者ならここはもっと強く出てもいい場面だぞ。孤食の機会が多い子供ほど偏食、体調不良になりやすいというデータも出ている。伊達の作る食事は栄養面も十分考えられているが、水木がそれを全て食べているという保証がないのでは、ただの徒労だ。だから嫌だってば。なんで？なんか伊達の箸の持ち方嫌い。イチャモンだろう。育ちがよく見える、綺麗だって評判だぞ。綺麗すぎてキモい。それに、一緒に食べたって意味ないじゃん。どうして？だって別にご飯食べながら話さないでしょ？黙ってもぐもぐ食べてるの怖いし。善処する。いいよ、無理して話してほしいわけじゃないから。反抗期だな。難しい年頃だ。あらやだ、伊達ちゃんじゃない。久しぶりね。元気にしてたか？そりゃもう見ての通りビンビンよ。ピンピンだろ。そっちの子は？沖浦の娘だ。どうも。ああ、例の。それじゃあ、その大変だったわね。ニュースで見たわ。いえ。レンちゃんのバカ、こんな小さい子を置いて何考えてんのよ。お給料について聞きたいんだが、時間いいか？泣いてばかりもいられないってことね。もちろんよ。私にわかることだったら何でも聞いてちょうだい。ま、悪くないわね。そうか、そいつはよかった。できるだけ長く続けてくれよ。馴染みの店が潰れるっていうのは何とも言えない気持ちになる。ならもっと遊びに来なさいよ。伊達ちゃんだったらいろんな意味でサービスするから。金額的なサービスだけで十分だ。うん、ここしばらくはご無沙汰よ。伊達ちゃんもレンちゃんも来ないから寂しくて干からびそうだったわ。むしろ破裂しそうな水風船みたいに見えるな。じゃあ試しにつついてみる。悪いが遠慮しとく。沖浦についてきな臭い噂は入ってないか？誰かから恨みを買っていたとか、揉め事に巻き込まれていたとか。いいの？水木ちゃんの前で。大丈夫、覚悟はできてるから。だとさ。ならいいけど。レンちゃん、どうやら熊倉組とつながりがあったみたいな。熊倉組って、
この辺り一帯を仕切ってる暴力団よ。そっか、パパも暴力団と。瑞希、翔子と関係があったのも熊倉組なんじゃ。わかんない、組織の名前までは聞いてないから。そっか。裏社会の人間も集まってくるって話だったけど、ママって一体何者なの？もう別に何者でもないわ。ただの BL 系の人よ。 BL？ ああ、BL 好きじゃなくって主体的、能動的に BL を実行する方ね。ははは。ママはこの店で情報屋みたいなことをやってるんだ。でも今回ばかりはお金は取らないわよ。その代わり、レンちゃんの仇、しっかり取ってちょうだい。ああ、任せとけ。いや、別にそんなことないけど。取って食わないから安心して。私のターゲットは20歳以上65歳未満の男性だから。すごい守備範囲の広さだな。というわけで、伊達ちゃん、あなたもその範疇に入ってるってことになるわ。聞かなかったことにしておこう。私もそのシチュエーションは見たくない。これは伊達ちゃんも知ってることだけど、あの時計事件は印象的だったわね。時計事件？覚えてないの？酔った伊達ちゃんがグラスを倒しちゃって、レンちゃんの腕時計びしょ濡れに。そしたらレンちゃん、これは命よりも大切な腕時計なんだって言って、劣化のこと怒り出して。あんなに怒ったレンちゃん見たの初めてだったかな。それで、よく覚えてるなんや。その腕時計って、これのことか。そう、これよ、これ。でもなんで伊達ちゃんが持ってるわけ？もしかして、現場に？その腕時計、レンちゃんが恋人からもらったものなのよ。交際の記念にって。恋人？あ、ごめんね、みずきちゃんの前で。ああ、大丈夫。でも、もちろん不倫とかじゃなくって、離婚した後のことよ。パパ、新しい恋人がいたんだ。場所は覚えてるわよね。ああ、外だろ。この店は狭いから外にトイレがあるのだ。え、だって外に出ちゃうの。私と二人きりになるのが怖い？いや、そんなことはないけど。ママ、瑞希を頼んだぞ。はーい、存分にすっきりしてらっしゃい。相棒、ボスに連絡してくれ。ああ、構わないが。どうしたの？小金横丁のマーブルって店に瑞希がいる。誰かよこして瑞希を保護してやってくれ。病院じゃなかったの？医者の目を盗んで抜け出してきたみたいなんだ。今まで捜査に同行させてたんだが、これ以上は。わかったわ、すぐに手配する。
頼んだぞ。水木を置いていくのか。ああ、暴力団の事務所にあいつを連れていくわけにはいかないだろ。誰だてめえは。場所を間違えたんならとっとと消えんな。わかった、それじゃあな。おい、だけめんどくさいから嫌なんだよ、こういう連中相手にすんの。おい、何をボケっとつったってやる。殺されてえのかてめえ。てめえ、申し遅れたが、こういうもんだ。さつか。で、さつが一体何のようだ。その前に名前を教えてくれ。モーマだ。武田家氏馬と書いて、モーマ。モーマか。いくつか聞きたいことがある。第二サイクロ事件については知ってるな。名波翔子と沖浦蓮樹が左目をくり抜かれて殺害された事件のことだ。ええ、ニュースで見たよ。だがうちの組は何の関係もないぜ。殺に話すようなことは何もない。何を言ってる。組長ならお前の目の前にいいんだろうが。え、俺がこの組の組長、熊倉モーマだ。いや、そんなはず。熊倉組の組長はローハンって名前で。お前は組長じゃない。てめえ、うちの組長にケチつけるつもりか。伊達、調べてみた。先代の組長熊倉ローハンは去年死亡している。ビルの屋上から飛び降りて自殺したらしい。自殺？だがモーマが跡目を継いだのはその年ではない。それよりもさらに前、今から6年前のことだ。6年前。話すことは何もない。そう言ったはずだが。面識はない。ニュースで見たから顔と名前は知ってるけどな。翔子は投資詐欺を行っていた。そのバッグに暴力団がついてたって情報があるんだが。さあ、知らねえな。伊達、ちょっといいか。なんだ。そこに応接用のソファーがあるだろ。さらにソファーの前、ローテーブルの上には灰皿が。それがどうした。どうも妙なんだ。状況から考えて不自然な形跡が。ソファーと灰皿に。一度サーモモードを切ってくれないか。ああ、別に構わないが。なるほど、タバコの銘柄は暗いのか。今は銘柄なんてどうでもいいだろう。いや、こういうさまつな情報が後で生きてくる場合もあるんだよ。座面の部分がほんのりと赤いな。やっぱりか。
前が今日初めての来客だ。もっとも招かれざる客だがな。嘘をつくな。ついさっきまであのソファーに誰かが座ってタバコを吸ってたはず。なぜわかる？わかるからわかるんだ。そういやさっきまでうちの門がソファーに。そこにいる組員のことか？そうだ。それはありえない。なぜなら俺がこの事務所に入ってきた時、場所を間違えたんならとっとと消えんな。あ？誰だてめえは。二人ともあのソファーには座ってなかった。タバコも吸ってない。帰ったんだよ。何？確かにそのソファーには保険の外交員が座ってた。だがあんたが来る直前に入れ違いになって。いやそれもおかしい。俺はここに来るまでの間に誰ともすれ違わなかった。事務所の入り口は一箇所のみ。裏口がないのは分かってる。つまりそいつはまだこの事務所のどこかにいるってことだ。奥の部屋を調べさせてくれ。調べて何になる？来客に挨拶して。そんな奴はいない。だったら調べても構わないだろ。ダメだ。いいから帰ってくれ。よほど知られたくない人物がいるようだな、あの壁の向こうに。やっぱりか。うむ、状況から言って奴がソファーに座っていた客人と考えて間違いなかろう。俺の愛獣エボルバーを使えばこの程度の壁ならたやすく打ち抜けそうだが。やっちまうか。こらこら、参ったな。例の物質が足りてないのか。あ？とにかく壁の向こうにいる人物は丸腰のようだ。この状況でエボルバーを使うのは感心しない。チッ、めんどくせえな。地元にエロ本が。何？もしかしてお前俺を殺そうとした？ちょっと待て。キャエボルバーに炸裂弾を装填。右側にある竜の金玉を狙え。金玉？あれのことか。だがどうして？いいから私の言った通りにするんだ。
悪いな、相棒。助かったよ。すべて私のシミュレーション通りだ。で、エロ本はどこに？アホ、そんなものが転がってるわけないだろ。お前はエロ本という単語を耳にすると、通常よりも反応速度が 3.6 倍速くなる。その奇特な習性を利用したまで。なんだよそれ。もう大人なんだから、そんなおもちゃで遊んじゃダメでしょ。くっ。おい、そこに隠れてる腰抜け野郎、顔を見せろ。お前は。そう、確か国会議員の瀬島そうだ。なんでそんなジジイがここに。熊倉組とは先代の老藩が組長だった頃からの付き合いでな、仕事で近くに来たのでちょっと立ち寄っただけだ。お前が想像しているような怪しい交際なんかはないさ。だとしてもだ、暴力団と国会議員がこうして顔を合わせている、それだけでも問題だろう。確かに世間に知られればバッシングは避けられないだろう。だが私たちにやましいことは一切ない。それでも私を告発したいというなら好きにするがいいさ。もっとも、そんなのは三流週刊誌の仕事だと思うがね。レムニスケートの社長か。そこまで懇意にしているわけではないが、仕事で何度か会ったことがある。政治家と芸能事務所の社長がどんな仕事で会うんだよ。確かどこかの企業が主催したパーティーだったか。よくある話だろう。関係者だけではむさ苦しいからと芸能事務所から若い女がよこされるんだ。顔を合わせたことがあるだけでどんな話をしたかも思い出せん。仕事が一段落ついたところでな、家で骨を休めていた。アリバイはないってことか。いや、常にボディーガードをそばに置いていた。必要とあらばそいつらに聞いてくれたらいい。ボディーガードの証言は当てにならない。瀬島の不利にならないよう偽証する可能性がある。ああ、そうだな。熊倉組は宇治崎一家を本家とする二次団体の一つだ。その宇治崎一家の構成員全てが参加するゴルフコンペがあってな、昨日も一昨日も俺たちは全員その旅行に出かけていた。帰ってきたのは今朝のことだ。疑うならホテルの従業員に聞いてみるといい。伊達、早速だが調べてみた。ホテルの宿泊記録には確かに組員たちの名前があった。また監視カメラの映像にも彼らの姿が。熊倉組の連中が翔子を殺害するのは不可能だ。もちろんモーマも含めてな。
先代の組長は去年飛び降り自殺で死んだんだってな。何が言いたい？別に、ただ話を聞きたいだけだ。先代の組長ローハンは俺の兄貴だ。組織としての兄貴分でもあったが、血を分けた実の兄弟でもあった。今から6年前、兄貴は心を病み、特殊な病院に収容されちまった。で、実弟であり舎弟でもあったこの俺が跡目を継ぐことになったってわけだ。俺から話せるのはそれだけだ。これ以上のことを知りたければ探偵でも雇ってくれ。この状況じゃ仕方がねえな。正直に言おう。さっき面識がないって言ったのは嘘だ。やっぱりそうか。お前ら熊倉組が証拠をトップとする詐欺組織のバックに。ええ、騙した出資家とあいつが揉め事になった時はうちが話をつけてやってたんだ。思った通りだな。証拠がつるんでいたのも熊倉組だったんだ。あいつが高校生だった頃から世話をしていた。使い勝手のいい男でな、いろいろと仕事を手伝ってもらってたんだ。だが今はどっちかっていうと逆だな。うちの組の方があいつから仕事をもらってる。いや、もらってたか。もうあいつはくたばっちまったわけだから。どういうことだ？よくある話さ。あいつんとこの所属タレントが面倒事を起こしたらうちの方で丸く収めてやってたんだ。その仕事の中でトラブルが起きたことは？あいつは金払いは悪くなかった。揉めたことは一度もねえよ。沖浦の前に殺された被害者だな。モーマの紹介で 2,3 回は顔を合わせたことがあったかもしれん。紹介？単に酒の席で翔子の方から挨拶しただけだ。ああ、何を話したでもない。くそ、しらばっくれやがって。だてこれ以上こいつらから話を聞いても仕方がない。仮に事件に関係していたとしても永遠にとぼけられて終わりだろう。前に進むには何か証拠をつかまないと。そうだな。今のところ事件の手がかりを持っている可能性が高いのは太田だ。レムニスに行ってみないか？ああ、そうしよう。モーマ、それから瀬島、今日のところはこの辺で切り上げる。また話を聞かせてくれ。冗談だろ。さあ、行くぞ、相棒。了解だ。それにしても怪しいな。ん？瀬島と熊倉組のことだ。奴らには絶対裏が。私もそう思う。だが第二サイクロ事件と関係しているかどうかはわからない。もう少し調べてみないと。君、人の車に勝手に乗り込んだりしちゃダメじゃないか。っていうか君、なんか体が透けてるね。体が透けて、まさか深海魚？なんかピカピカしてるし。
バーカ。私だよ、私。イワシ？イワシじゃない！え、じゃあお前は？だから私だって言ってんだろ！ワラサ？魚から離れろ！もしかして、サワラか？てめえ、少し薬の量を増やしすぎたようだな。なんだよ、薬って。まあいい、相棒だろ。どうしてそこにいる？いや、ちょっとな、寂しいだろうと思って出てきてやった。どんな理屈で？お前の左の視界に AR 拡張現実の画像を重ねてるんだ。だから右目では見えない、左目でしか。勝手に人の視界に割り込んでくんなよ。まあいいじゃないか、たまにはさ。さっきも言ったが、奴らが怪しいということに異論はない。だが今のところ第二サイクロ事件に関わっているかどうかは。動機が不明だしな。死体を馬の上に縛り付けたり、天井から吊るしたり、目玉をくり抜いた理由もわからない。翔子と沖浦が瀬島や熊倉組に対して裏切り行為を働いた。その見せしめとしてあんな無言らしい姿に。そんな風にも考えられないこともないが、どうもしっくりこないな。確認してみた。だが残念ながら本庁のデータベースには奴らを紐づける情報は見当たらなかった。そうか。念のためにとネットの方も当たってみたんだが、こちらはいくつかゴシップが引っかかった。どれも眉唾ものだが、聞きたいか？頼む。瀬島の現在の住まいは麻布にある。武家屋敷を改築して作った立派な邸宅だ。だが20年ほど前まで瀬島の住居は別の場所にあった。川崎地区だ。瀬島は生まれた時から40になるまでこの地区で暮らしていた。ここには瀬島家が所有する広大な土地があった。かつての地価で言うと、その資産価値は総額300億円にも上る。ところがある時、瀬島はこの土地を全て売却。その半年後、例の事故が起こったんだ。化学工場の爆発事故か。この事故の影響で川崎地区は立ち入り禁止区域となった。当然地価は大暴落。事故前の30分の1の値段にまで下落した。どう思う？タイミングが良すぎるな。事故の半年前に土地を丸ごと売却するなんて。さらに不自然なことがもう一つ。瀬島は事故の後、売却した土地の全てを自ら買い戻してるんだ。10億円で。つまり瀬島の手元には290億円のキャッシュと10億円相当の土地が？そういうことになる。あんな大事故があったにもかかわらず、瀬島の資産は一切目減りしてないんだよ。だが意味がわからん。別に得したわけでも何でもないし。そう、話がここで終わればな。だが重要なのはここからだ。実は地下が暴落した川崎の土地を。続きは後でしよう。捜査本部からだ。あ、アビスの伊達さんですか。私は名波翔子殺害事件捜査本部の赤坂と言います。伊達さんにちょっと報告しておきたいことが。なんだ？実はこちらの本部の方に妙な電話がかかってきまして。府中刑務所の受刑者から。
受刑者？やり取りは音声データとして保存してあります。とりあえず聞いていただけますか？それであなたは89号だ。ここではそう呼ばれている。一体どんなご用件で？俺は名波祥子を殺した犯人を知っている。俺をここから出してくれたらそいつを教えてやろう。司法取引ってやつだよ。やつは必ずまた誰かを殺す。生きながらにして目をくり抜いて、おそらく何人もの犠牲者が出るだろう。もしやつの犯行を止めたかったら、素直にさっきの条件を飲むことだ。じゃあな。ふん、こんなもんいたずらに決まってるだろうが。もちろん私もそう思いましたよ。ですがこの電話があったのは昨日の昼過ぎ、沖浦が殺される前のことなんです。つまり第二の犯行を予言した？ええ、そういうことになります。なので一応報告だけはしておこうかと。そうか、ご苦労だったな。では失礼します。本当にいたずらだと思うか？わからん。伊達さん、どうした？そんなに思い詰めた顔して。うん、さっきネットで知ったんだけど、ブルームパークの死体、沖浦さんの前の奥さんだったんだね。ああ。ってことは、あれは瑞希ちゃんのお母さんで、瑞希ちゃんは自分のお母さんの死体を。なのに僕はでも知らなかったんだ。本当だよ。殺されたのが名波祥子って人だったのは知ってたけど、名字が違うし。だからまさか瑞希ちゃんのお母さんだとは思わなくて。僕、瑞希ちゃんに謝りたい。本当にごめんなさいって。別に普通にプラプラしてただけだよ。お前の普通を俺は知らない。同人ショップに行って新作をチェックして、ジュローでラーメン食べて、ネカフェで馴染みの掲示板をパトロールして。別に普通でしょ。それが普通なら俺は普通の一日ってやつを過ごしたことはない。瑞希は特にお前に対して怒ってる様子はなかったぞ。え、瑞希ちゃんに会ったの？あ、取り調べで。そっか、こいつには俺と瑞希が同居してることは言ってなかったな。別に隠す必要はないが、説明するのも面倒だし。ああ、そうだ、瑞希とは取り調べ的なやつで話した。取り調べ的なやつって言い方、性的な匂いがするよ。僕のラノベだったら絶対に無夫婦なイベントだもん。お前どんなラノベ書いてんだよ。な何も知らないよ。沖浦さんとは何度かすれ違ったことがあるだけだし。どんだけ嘘が下手なんだこいつは。調べるまでもないが、念のため。これが現在の太田の体温だ。だろうな。お前、俺の召喚獣になったの忘れたわけじゃないよな。自作自演の件、イリスにバラすぞ。じゃあ話してもらおうか。
昨日の夕方、僕は散歩気に行こうと思って、お店が入ってるビルに向かって歩いてたんだ。そしたら、そのビルの中から沖浦さんが出てきて。一人でか？誰か一緒にいたんだな。男性か。ってことは、女性か。なるほどな。お前がそれだけ必死になってかばうってことは、まさかとは思うが、それはイリスだったとか。違うよ、アセトンちゃんじゃない。そうか、沖浦はイリスと一緒に。わかったよ、どうせ隠しても無駄なんでしょ。認めるよ、その通り沖浦さんはアセトンちゃんと一緒にビルから出てきた。でもアセトンちゃんは事件とは無関係だよ。アセトンちゃんが人殺しなんかするわけない。だってアセトンちゃんはアイドルなんだ。アイドルは人を殺さない。アイドルはうんこしないみたいに言うなよ。アセトンちゃんは僕にとっての救世主なんだ。そんなアセトンちゃんが誰かを殺すなんて。アセトンちゃんを初めて見たのは、僕がラノベの執筆で行き詰まってた時なんだ。当時の僕はネットの感想に一喜一憂して、本当に書きたいものを見失って、人生で一番のスランプに悩まされてた。まるで大御所作家みたいな口ぶりだな。うん。そんな時にアセトンちゃんが歌って踊る動画を偶然ネットで見かけて、僕は大事なことに気づいたんだ。人の目なんか気にしなくても、自分がやるべきだと信じられることを一生懸命やれば、それは誰かに伝わるんだって。そういう姿勢が創作においては何より大事なんだって。それをきっかけに僕は未曾有のスランプを脱出して、同時にアセトンちゃんのファンになって。きっとアセトンちゃんに助けられたのは僕だけじゃない。アセトンちゃんは僕以外にもたくさんのオタクを元気づけてくれる救世主なんだ。そんなアセトンちゃんが人殺しなんて絶対絶対ありえない。でも疑ってるんでしょ。本人から話だけは聞かせてもらうことにする。そのことによってイリスの潔白は証明されるかもしれない。お前もイリスの無実を信じるなら、知ってることを全て話せ。でもイリスのためにもだ。確か夕方の6時15分ぐらいだったと思う。二人はどこへ行った？わからない。沖浦さんの車に乗ってすぐに見えなくなっちゃったから。その後お前はどうしたんだ？散歩家に行ったら、店の入り口に本日貸し切りって札がかかってて、仕方がないからそのまま家に帰ることに。どうした？イリス、聞きたいことがある。一緒に来てくれ。ん？イリス、これからいくつか質問する。正直に答えてくれ。ただし、自分にとって不利になるような発言はしなくてもいい。黙秘権ってやつですか？まるで犯人扱いですね。そういうわけじゃない。ただ手がかりが欲しいだけなんだ。協力してくれると助かる。
太田はこう言っていた。昨日の夕方6時15分頃、サンポケが入っているビルのエントランスからお前と沖浦が一緒に出てきたって。本当か？はい、沖浦さんからすぐにサンポケに来てほしいって電話が。何時頃だ？確か5時ぐらいじゃなかったかな。それで支度をしてサンポケに着いたのは多分1時間後ぐらいだったと思います。伊達、通話履歴を確認してみた。午後4時58分。確かに、沖浦の携帯からイリス宛てに電話がかけられた記録がある。散歩で沖浦と何を？あることを頼まれました。あることって？今夜この店を貸し切りにして、パーティーをするから司会をしてほしいって。大物の人たちがたくさん集まる大事なパーティーだって言ってました。だけど司会を頼んでた女の子が急病で来られなくなっちゃったみたいで。でも私断ったんです。どうして？だって私ただのネットアイドルですよ。司会なんてやったことないですし、偉い人たちが集まるならなおさら。司会を断って、それからどうしたんだ？沖浦さんと一緒にお店を出ました。時間は6時15分頃。その時に大谷に見られたんだと思います。その後は？沖浦さんに車で家まで送ってもらいました。着いたのは7時頃。それからはずっと家にいました。相棒、どう思う？今のところ特に矛盾はない。だがむしろ理路整然としすぎているような気もする。お前たち人間の記憶は曖昧だ。普通は正確な時刻までは覚えていないものだろう。確かにそうだな。沖浦が殺されたと知ったのはいつだ？今朝のニュースで知りました。お前は昨日沖浦と会っていた。警察に情報提供しようとは思わなかったのか？すみません。こういうのって普通自分から言うものなんですか？それに今日は午前中からウェブラジオの収録が入ってて、警察に行ったら間に合わなくなっちゃうでしょ。そしたらスタッフさんとかに迷惑かけちゃうことになるし、それで。夕べの7時から9時ぐらいにかけてお前は何をしていた？ずっと家にいました。本当か？はい。アイボ、サーモグラフを。イースの体温について、目立った上昇は見られない。嘘はついてないってことか？いや、そうとは限らない。世の中には息を吐くように嘘をつく奴もいるからな。肝っ玉が座っていれば体温は変わらないと。うむ。沖浦の死亡推定時刻は昨日の午後8時頃。イリスの話が確かなら犯行は不可能ということになるが。いや、それも違うぞ、伊達。仮にイリスが自宅にいたとしても、そこで沖浦を殺害したという可能性は否定できない。まさか。もう一度聞く。お前は昨日の午後8時頃家にいたんだな。はい。母親に聞いてもいいか？いいですけど、聞いても意味がないと思います。なぜ？ママはその時家にいなかったので。帰ってきたのは今朝早くのことで。今朝？ええ。それまで一体何を？さあ、わかりません。
わからないって。そういえばイリスの母親サガン瞳は沖浦ともつながりがあったんだったな。ああ、瞳は昨日こう言っていた。沖浦君は高校の時の同級生で、かれこれ20年以上の付き合いになります。英徳学園っていう高校なんですけど。まあだからといって今回の件と結びつけるのは短絡的に過ぎるが、しかし気にはなるな。瞳は一晩中何を。前に散歩家でバイトしてたそうだな。はい。期間は1年とちょっとです。それだけ働いてたら店内の設備にも詳しくなるよな。まあある程度は。監視カメラについてはどうだ。映像データがどこに保存されてるのか知ってたんじゃないか。何が言いたいんですか。やっぱり私疑われちゃってるんでしょうか。別にそういうわけじゃ。いいんです、昨日私が沖浦さんと会ったことは事実ですし。でもこんなこと言うのもなんですけど、私には不可能だと思います。どうして。だって私女性ですよ。沖浦さんはああ見えて意外とがっしりとした体格をしてましたし。まあ確かに一理あるわね。刺殺や毒殺、射殺ならともかくとして、こんな普通の女の子が一人の男性を絞め殺すなんて。いや、必ずしも不可能とは言い切れない。なぜなら、沖浦の体内からは鎮静剤の成分が大量に検出された。沖浦は死亡する直前まで昏睡に近い状態にあったものと思われる。ならば女性でも考察は可能だったと。待ってください、仮に殺すことができたとしてもそれ以外のことは無理でしょ。それ以外とは。例えば沖浦さんの体を吊るしたりとか。どうして知ってる。そりゃ知ってますよ、ニュースで大々的に報道されてますし。確かにそうね。沖浦の体重は72キロ。この子が全体重をかけても引っ張り上げるのは無理なんじゃないかしら。まあそうだな、自分の腕力だけで持ち上げるのは至難の業だろう。だがちょっとした工夫をすればあの状況を作り出すのは可能だ。工夫って。散歩家の店内にはドラム缶があった。蓋が開くタイプのオープンドラムで、1本の容量は200リットル。空の状態での重さは20キロだ。散歩家はビルの2階にある。エレベーターの運転記録によると、昨日の午後6時半から死体が発見されるまでの間にエレベーターが2階に止まったのは一度だけしかない。午後8時55分、その時乗っていたものの総重量は140キロだ。
沖浦の死体はメイドカフェサンフィッシュポケットの店内にて、ワイヤーによって天井の梁から吊るされた状態で発見された。場所はカウンターのすぐ近く。ワイヤーには金属製のフックがついていて、一方は沖浦の上あごに突き刺さり、もう一方は床に置かれた生ビールの樽にかかっていた。樽の容量は20リットル、三つともビールが充填された状態で、重量は一つにつき、およそ25キロだった。手順はこうだ。まず沖浦の死体をカウンターの近くに横たえる。次に梁の上部にワイヤーをくぐらせ、フックを死体の上あごに突き刺す。続けてカウンターの上に3つのビール樽を乗せ。女の子が？確かに大変な作業ではあっただろう。樽の重量は1つにつき25キロもあったからな。だが女性でも頑張れば。まあ不可能ってわけでもないか。で、自分自身もカウンターの上へ。3つのビール樽に針から垂れ下がったワイヤーのフックをかける。そこでそれらを蹴落としたらどうなるか。樽は3つで75キロ、沖浦の体重は72キロ。なるほど。そうすれば確かに沖浦の体を引っ張り上げることが。そんな。じゃあついでにもう一ついい？ん？現場や死体の状況から沖浦がどこか別の場所で殺されたのは間違いないと思うんだけど、もしも彼女が犯人なら、どうやって死体を散歩家まで。私は。わかってる。あなたには無理よね。72キロの物体をあの店まで運ぶなんて。残念ながらそれができちまうんだよ。どうやって？沖浦の死亡推定時刻は昨日土曜日の午後8時頃。頸部には索状痕が残されており、顔面には鬱血が、また結膜、口腔粘膜等には多数の溢血点が見られた。犯行に用いられた凶器はねじられた布製のもの。犯人はこれを沖浦の頸部に巻きつけ、背後から左右に締め上げることで沖浦を窒息させたものと思われる。具体的な死因は頸部の血管閉鎖による脳循環不全。簡単に言うと、犯人は沖浦を後ろから布製の何かで締め殺したってことだ。司法解剖の結果、沖浦は死亡時に筋肉の弛緩によって腸の内容物を排泄していることが分かった。だが死体や店内にはそれらの痕跡が一切見当たらず、このことから沖浦はどこか別の場所で殺害された可能性が高いと考えられる。俺はこの時計のことをよく知っている。間違いない。沖浦の愛用の腕時計だ。こいつは散歩家の店内にあったドラム缶の中から発見された。ということは、Thank you.
これがなんだかわかるか？沖浦の愛用の腕時計だ。散歩家にあったドラム缶の中から発見された。ちょっと伊達くん、そういう大事なことはちゃんと報告してくれないと。だからなんだって言うんですか？たとえ72キロの物体でもドラム缶の中に入れちまえば運搬するのはたやすい。横に倒してゴロゴロと転がせばいいわけだから。つまり沖浦の死体はドラム缶に入れて運ばれてきたってわけね。その時に何かの拍子で腕時計が外れた。だけど犯人はそのことには気づかずに。まだ断言はしてない。ただそうすりゃイリスでも運ぶことができただろうって話で。私はそんなこと。第一、目撃者はいるんですか？街中でゴロゴロとドラム缶を転がしてる人がいたら、いろんな人に見られてるはずです。ビルの入り口まで車で運んでくればいい。私、免許なんて持ってません。免許なんかなくても車は運転できる。競技 AI だってできるくらいだ。バカにしてるのか？突然入ってくるな。お前が私を愚弄したからだ。いいから黙っててくれ。あの、誰と話してるんですか？ところでイリス、確かお前の体重は48キロだったな。いきなり何ですか？もう少し太るか痩せるかした方がいい。余計なお世話ですよ。イリス、お前のためを思って言ってるんだ。もしも死体の運搬にあのドラム缶が使われたとするなら、犯人の体重は48キロである可能性が高い。イリス、散歩家はビルの何階にある？2階です。そうだな。そこでエレベーターの運転記録を調べてみた。昨日の午後6時半から死体が発見されるまでの間、エレベーターが2階に止まったのは一度だけしかない。午後8時55分。その時乗っていたものの総重量は140キロだと分かった。沖浦の体重は72キロ、ドラム缶の重さは20キロ、合わせて92。これを140から引くとどうなる？あらあら、これは困ったことになったわね。そんな、なんで？もちろん、だからといってお前が犯人ということにはならない。世の中には48キロの人間なんて大勢いるし、誰かが48キロの物体をエレベーターに乗せ、自分は階段で2階まで上がったのかもしれん。偽装工作のためにな。だが、伊達、止まれ。イリスの様子が変だ。待て、振り向くな。どうして？いいからそのまま壁の方を見てるんだ。この部屋には3台のカメラがある。天井の隅に設置された2台の監視カメラと三脚で固定された記録用のカメラだ。それぞれの映像をハックしてみた。とにかく見てくれ。こいつなんかもぞもぞと動いて、もしかして机の下で何かしてるのか？ああ、そう見えるだろう。だが問い詰める前に確証をつかむんだ。机の下で何をしてるのか、その確証を。振り向かずにか？そうだ。どうやって？
いつ。一体どういうつもりだ？あのことって何なんだ？おい、答えるんだ、イリス！伊達くん、彼女は間違いなく何かを隠してるわ。シンクして。イリスは現在レム睡眠中、A の薬がバッチリ効いているようです。どう、伊達くん、行けそう？問題ない、始めてくれ。制限時間は6分です。だからそれまでに。わかってる。それじゃあ行きますよ。随分と寂れた場所だが、イリスと何の関係が？さあな。だが関係があるから、こうしてソムニウム世界として現れているんだ。イリスのやつ、何を隠してるんだ？ソムニウムスキャン開始！ブラウン管のテレビだ。なんだ？ブラウン管のテレビ。叩けば治るというのは前時代的な発想だが、いいだろう。どう見ても前時代的なテレビだからな。何だったんだ、今のは。子供が描いたようなネズミの絵だったか。イリスが描いたということか。いや、今の時点では何とも言えないな。捜査を続けよう。
部屋が多少賑やかになったようだしな。リボルバーだ。モデルガンではないのか。ああ、見た限りでは偽物ではないようだ。万力で固定されていて動かせない。万力は緩められないのか。それも無理そうだ。何の意味もないということはなさそうなんだ。全身が映る大きさの鏡だ。この鏡割ってもいいのか。お前ごときの力では割れないはずだからな。ならなんでやらせるんだ変態。変態じゃない。早く殴れ。ほら見ろ、割れないじゃないか。何がしたいんだお前は。3分を切ったわよ伊達くん。いろんなものが置かれているが、カエルのような絵が写されている。これも子供が描いたような感じだな。ケロッとしてる。それは何か面白いことを言おうとしているのか。違う、この絵の意味を考えてるんだ。特に意味はなさそうだな。そうだな。分もないわ伊達くん、急ぎなさい。リボルバーだ。弾は入っていないようだが。とりあえず撃ってみてくれ。分かった、撃つぞ。
やはりこのままでは意味がなさそうだ。銃弾か。全身が映る。お前こんなところで何してるんだ？伊達の面倒を見てやってんだ。世話のかかるやつだよあいつは。ああわかる。私がいないと一人じゃ何もできないんだから。ねえ。うざい。ダメだ伊達。もうじくそ。一体何なんだここは。ブラウン管のテレビだ。叩けば治る。いろんなものが置かれ。爆発は収まったようだな。その影響でまた部屋の様子が変化したようだ。危険な夢だが仕方ない。続けよう。蝶の図鑑のようだ。さすがにこの分厚さでは難しいと思うが。バタフライエフェクト。まあ例えとして間違ってはいないが。やればやるほどという感じだ。時間内に終わるのか。とにかく増えたものを調べるしかない。そうだな。手術台のようだが。表面の生地がほつれている。古くなってからもそのまま使われていたようだ。こんなところで手術でもしてたっていうのかな。手術だったらまだマシなんだかな。
よくあるタイプのガスボンベだ。硬いな。錆びついてて開かない。開けてダメなら逆に。もう閉まってるぞ。諦めよ。レトロなテレビだ。子供の声じゃないか。気持ち悪い。しかもこの状況で笑ってやがる。どう考えても普通じゃないな。残り2分もないわ。伊達くん、急ぎなさい。ただのロッカーだ。今一瞬光が反射したような何かの金属があるな。それ以上はわからない。金属か。相棒、一応警戒しておけよ。わかった。ただのロッカーだ。あぶな。ミシシッピーだったら刺さって死んでたぞ。何のためにこんな仕掛けが。他には何も入っていないようだが、ナイフの方も調べてみるか。ああ、そうしよう。ロッカーから飛び出してきたナイフだ。死ねと申すか。違うでござるよ。ならばなぜそれがしは腹を切らねばならんのか。この異質な空間、そうでもしなければ先が見えぬと思い候。気分が乗らぬ。自制の苦とか考えた方がいいで候。そういう問題じゃない。お前の武士語も適当だし、やる意味がない。お前、この空間に毒されてきたんじゃないか。俺は何ともないが。何ともないのも問題あるな。とにかくやらないぞ。ロッカーから飛び出してきたナイフだ。これ以上は押し込めなさそうだ。あと1分よ、急いで。ロッカーから飛び出してきたナイフ。こうか。軽く放っただけなのに。今度はドラム缶、テレビ、トルソ。分かりやすくなってきたな。そろそろ何か見えてくるかもしれない。私にはさっぱりだが。
まだリモコンすらない時代のテレビだ。服を着せられていない状態のトルソーだ。気が進まないな。気持ちはわかるが、やってみてくれ。何もなさそうだ。ドラム缶だ。ダメだ、まったく。まあ、無理に取る必要もないか。時間がないわ。蝶の図鑑のようだ。ただのロッカー。3分を切ったわよ、伊達くん。6。こうか。ドラム。倒せそうにないぞ。床と一体化しているのか、中身が相当重いのか、何が入ってるんだろうな。さあな。ドラム缶だ。どういうことだ。銃弾？何かに使えるかもしれん。取っておこう。リボルバーだ。モデルガンではないのか？ああ、見た限りでは偽物ではないようだ。
暗いな。もっと顔を近づけてみては。バーン。いや、よく見えないぞ。ん？どうした？わかってた。お前はそういうやつだよな。なんか、ごめんな。俺の方こそ、ごめんな。リボルバーだ。さっき取った銃弾は使えないか。よし、いけそうだ。撃つぞ。一体何だったんだ、あのソムニウムは。私たちもモニターで見てたわ。ですが、僕らにもさっぱり。まあ、よくあることだ。夢というのは、本人の意識とは無関係に、脈絡なく展開されるもの。必ずしも、こちらが期待するソムニウム世界に入れるとは限らない。じゃあ、あの人影については？もしかしたらイリス本人かも。その可能性はあります。昨日も言った通り、シンカーは対象者の夢を客観的に三人称視点で経験するので。だとしたらイリスは前に瀬島とどこかで。あ、そういえばさっきのソムニウム、国会議員の瀬島が出てきたわね。で、人影と瀬島はキスを。あれは現実に起こったことなのか。そうとは限らないわ。伊達くんだって芸能人や AV 女優とキスする夢ぐらい見たことあるでしょ。前者はあるが後者はない。本当に？ま、とにかくそういうことよ。夢は確かに記憶によって構成されるものですが、その記憶の中にはテレビや映画で見たものも含まれるんです。つまり、仮にあの人影がイリスだったとしても、実際に瀬島とチューしたかどうかは。お前がチューって言うな。なんでだよ。じゃあイリスと瀬島に面識があるかどうかもわからないってことか。ええ、何しろ瀬島は著名人ですからね。テレビやネットで見ただけという可能性も。
伊達さん、そろそろイリスが目覚めそうです。わかった。突然薬で眠らせるなんて、警察って思ってたより乱暴なんですね。この部屋に来る前に同意書にサインしただろ。無理やりサインさせたんじゃないですか。それよりイリス、聞きたいことがある。ええ、名前と顔なら。でも会ったことは。本当か。私ただのネットアイドルですよ。政治家の人と面識なんてあるわけないじゃないですか。イリス、もう一度聞かせてくれ。太田から送られてきたナイルにあった言葉。僕は絶対あのことは黙ってるから。あのことってなんだ。わかりません。オータンが勝手に書いたものなので。オータンに直接聞いてください。アイボ、オータンの携帯は壊れてたはず。だがイリスにナイルを送ったってことは。オータンは昨日秋葉原で新しい携帯を購入している。番号は同じだな。ああ。かけてくれ。繋がったぞ。伊達だ。どこにいる？おい、太田。聞こえてるんだろ？家だよ。家にいる。わかった。すぐに行くから待ってろ。アセトンちゃん、まだ警察にいるんだよね。ん？僕から話が聞きたいなら。まずはアセトンちゃんを解放してあげて。刑事訴訟法第198条、被疑者は逮捕または拘留されている場合を除いては出頭を拒み、または出頭後いつでも退去することができる。アセトンちゃんは被疑者じゃないけど。223条によると、被疑者以外の参考人についてもこれは順用されると書いてあるよ。アセトンちゃんに逮捕状は出てるの？出てないよね。じゃあアセトンちゃんを解放しないと法律違反ってことになるけど。これは取引だよ。僕から話を聞きたいんでしょ。だったらアセトンちゃんを僕の家まで連れてきて。そしたら知ってること全部話すから。ああ、なんか無性に腹立つなあいつ。で、どうするんだ。イリス、一緒に来てくれ。これから松下食堂に向かう。もしかして今オータンと喋ってたんですか。うん、テレパシーみたいなもんだ。俺にはそういう特殊能力があるんだよ。さ、とにかく行くぞ。警察だからって何をしてもいいわけ。そんなことより約束守ってもらうからな。